はい、なんかコミックの原作 の、はい、あの絵を描いてもらいながら説明してもらえようと、はい、ちなみに絵心はまあるないで言ったらあると思います。ある、はい、下手ではないですね。いわゆるなんか絵心があんまりないからいるじゃないですか。なんか首がいきなりこんなんだ、はい、ピカソ的なあれにはならないと思いますけど、お願いします。はい、でこの一発で決めていただく気持ちでお願いします。はい、ちっちゃい時技術はどうだったんでした？美術は意外と良かったんですよね。物作るの好きで、小学校1年生の時、ニワトリかなんかの絵を描くなんかコンテストがあって金賞を取ったんですよ。ニワトリの絵、ニワトリの絵を描くコンテスト、ニワトリかなんかだったんですよ。マジ、はい、確かなんかニワトリかなんだったっけな、小学1年生ならではのあの無邪気な絵みたいな描いたんですよ。そしたら金賞もらっちゃって、あ、良さげかもしんないっす。これちょっとみんなにやらせたいな、ひろしさんとかにちょっとやらせたい。まずみんな順番にやります。あ、やります。ちなみにユウは神谷さんの中では近い方ですか、自分の中でキャラクターとしては。そうっすね、でもなんか音楽にその音楽に集中したらめっちゃ集中しだすタイプっていうのは、何かに集中したらなんか集中するのかなっていうのはすごい感じますね、近いところ。それまでが大変なんですけど、どんな色を使いますね。どうでしょう。あ、ちなみにその小学校1年生の時も初めて教えてもらった美術の先生、美術っていうか図工というのが、その草って何色ですかって聞かれて、で緑じゃないですか。でもいや緑もその草って黄色も入ってるし茶色も入ってるし緑も入ってるしっていう、その色を教えてもらって、それが小学校1年生ながらに衝撃受けて、まあ、確かにみたいな、空も青だけじゃないしみたいな。あれあれあれなんか確かにって思いますね。よし、できました。できました。はい、僕が演じるのはバンドマンのユウです。おお、下手でも上手くもない。あー、ユウはどういう男なんですか。そうですね、ユウはまあ、バンドマンで本当に女の子には不器用でダメ男なんですけど、音楽にはしっかりまっすぐで、まあ、でも心はすごい純粋なんですよ。でもその伝え方がすごい下手ですね、女の子に、ハルちゃんとかに対して。でもピュアなハルちゃんがまっすぐな言葉で伝えてくれる時になんか照れたりなんか不器用なんでしたりするのがユウです。このやっぱ赤だけじゃないっていうのがポイントですね。茶色が赤だけじゃないって、これ本当ポイントです。これあるのじゃないですか、だいぶ変わる草の。そうです、そうです、はい、これだいぶ変わります。これ何がついですか。あ、これですか。この辺 これフードです。あ、これフード。あ、感じ取られないですか。やっぱこれはセンスですね、これ。やっぱあれじゃないですか、美術館とかで絵見るときもやっぱこっちが何を感じるかです。やっぱこれ感じないとダメなんですよ。この、わかります、この。あえてなんですよ、これは。これ描きたくないからとかじゃないですか。それ想像してくれて。そうです、そうです。これは感じ取る側のもう問題なんで。というわけで、ドラマ 3B の恋人、ぜひご覧ください。3B 気をつけないとダメ。付き合ってはいけないビッグ3。 3B、 はい、俺と付き合えよ。僕じゃダメですか。ハルちゃんのこと好きだわ。あんた地獄に落ちるわよ。 3B の恋人、1月スタート。